今日オープンしたのは東南アジアの熱帯雨林に生息するトラやオラウータンなどのエリアです。トラ舎にはスマトラトラが2頭、およそ540平方メートルの屋外運動場にトラが頭上を歩く空中チューブや運動場を覗き込める観察窓などがあり、間近で見られる工夫が施されています。オラウータン舎には熱帯雨林の樹木をイメージしたおよそ15メートルのタワーがあり、2頭のスマトラオラウータンが高い場所を動き回れるよう設計されています。今日オープンって聞いたので、はい、朝一番で来ましたすごい近くで、すごい迫力でした。やっぱりこう境界線とかボーダーラインが、ね、近いっていうのは魅力的です。新たなエリアのこれらの動物たちは全て絶滅危惧種に指定されていて、エリア内にはこうした動物の生態や故郷であるスマトラ島について学ぶことができる展示施設もあります。非常に絶滅が心配されている、深刻な危機にある動物たちですので、まずこちらの新しい施設に来ていただいてですね、まずその存在をですね、皆さんに広く知っていただきたいなと。